はい、どうもこんにちは、ロコのチャンネルでーす。本日ですけども、本日10月22日をもちましてロコンドが11歳になりました。ロコンドのサービス自体を始めたのは2月15日なんですけど、株式会社ロコンドができたのが2010年の10月22日ということで、はいはい、まあいろいろありました。いろいろあった、いろいろありましたけど、まあなんだろうね、すっごい濃かったし、でも一方であっという間、なんかそんな感じの11周年かなと思います、はい、で、やっぱりそのいろんなそれが会社、毎年毎年やっぱり生まれてはなくなっちゃう会社もたくさんある中で、今度もね、11周年迎えられたのは他ならぬ皆様のおかげでございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということを、持ちまして、まずは我々の感謝の印、合ってる、感謝の印、感謝の印でいいよね、はい、感謝の印といたしまして、本日から本格的な創業祭を開催します。え、何すると思う？もうクーポンと割引しまくる。まあとにかくもうお買い得に買っていただくしかないでしょうということで、はい、まずはね、僕らもちょいちょいスーパータイムセールとかやったりするんだけど、今回はそういった意味では史上最大規模にもなるタイムセール&クーポン&ポイント還元、これをもう一斉に行います。すごい。でこれですね、はい、このロコンドをご覧の方が、まあ、好きであろう D2C ブランド、例えばリザードとかジルバ、僕が今日着てる、今日僕もジルバとリザードなんですけど、はい、ジルバ、リザード、あとはクリスチャン・ローランドとか、はい、あとはキッチンケレクト、モアイとかね、はい、こういうものも今回はまあそこはちょっとクーポンは難しいんだけど、ポイントで還元という形でポイントもお得にもらえる。であとですね、11周年ということで、はい、1100円1100ね、1100円均一祭も行ってますんで、はい、これもよかったら見てください、はい、まあ、そんなお得な金土日月4日間になっておりますと、はいはい、一方で今ちょっとリザードとか D2C ブランドでポイントの話したんだけど、ロコンドのポイントに関してずっとね、実はお客様からご要望があったのが、はい、クーポンとポイント両方使わせてほしいと、はい、私も言ってました。言ってたね。そう、もう社員からもね、はい、すごい言われていて、はい、あのこれ当然あのケチっていたわけでもなくて、システム開発がいろいろ改修が必要で、なんだかんだずっと前から用意していたんですけど、今回本当ねこれ運命的、この創業さんのタイミングで、はい、ポイントとクーポンの併用も可能になりました、はい、ありがとうございます。ありがたいです。例えばじゃあそれこそ今回 D2C ブランドリーダーとかでポイントゲットしてもいいし、他のブランドでポイントゲットして、でまたそれを次使う時にそれこそクーポン対象だったらクーポン使ってさらにポイントも使う、そんなこともできちゃうんで、いい感じの、はい、かなりいいです、かなりいいと思ってます、はい、創業祭になっております、はい、はい、ということで今回はまあ金結構短い感じですけども、こんな感じでね、まだ本当におかげさまで本当に11周年ありがとうございます。はい、これからもロコンドはですね、どんどん新しいことをですね取り組んでいきたいと思いますので、まずはこの創業祭4日間ぜひですね、ロコンドクリックしてご覧いただければと思っております。はい、では本日もありがとうございました。ありがとうございます。僕も素敵な靴を履いたら素敵な場所に行けるかな。